はい、こんにちは、高田です。前回に引き続きですね、今回もスポーツディレクターの安彦高松さんと一緒に、話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回は、育成とは何かっていうことを、ドルトムントダノン、ヤックスっていう感じで、世界とのある種の対比の中でちょっと考えていったと思うんですけども、今回はもろに日本のじゃあ育成ってどうなのっていうところ、もちろんいいことって勝手に回っていくから話していくこと必要が僕ないと思ってるから、日本の育成の問題点っていうのを話していきたいんですけども、日本の育成の問題点って、勝利至上主義、指導者主体、発育の無視、これは時間軸の欠如っていうふうに言われてもらってもいいんですけど、あと早期専門家、子どもの大人か、あとは、ゆとりのない、生活環境っていうのが問題だなというふうに思うんですね。で、多分これが多分一番始まりじゃないのかなと思うのが、勝利至上主義と指導者主体っていうところ、それと育成っていうのをちょっと今回は話してみたいと思うんですけども、この勝利って、僕結構重要だと思ってて、なんていうかというと、勝ち負け、勝てばよしもまずいけど、負けてもよしもまずいわけじゃないですか。で、プロセスが良ければ結果が悪くてもよしっていう考え方もまずいから、結構この勝ち負けに関してはかなりじっくり議論が必要なのかなと思うんですけど、そこら辺高松さんどういうふうに。いや、俺は単純に誰もがその例えばじゃんけん、何かがかかってる時にじゃんけんして負けたら悔しいと思うんだよね。で、何に対しても人は勝ちたいって思う生き物だと思うし、要するに勝ちを目指すこと以外に俺は何の価値もないと思う。ただ勝ったことに対して価値があるかどうかっていうと俺はまた別だと思うんだよね。そこはその結果であって、結果に価値を求めると、そうするともう金メダルが全てになる。もちろんそれは大事なんだけど、でもやっぱりそこには彼なりのプロセスがあって、どうやって金メダルを取ったかが大事なんであって、取ったこと自体はあくまでも結果じゃない。ってなると、そこに固執しすぎることが一番の問題。ただもうちょっとこうフェーズを変えると、例えばプロフェッショナル、この点においてやっぱり価値が重要になってくるんだよね。なぜなら勝つことによって対価が生まれる。でも逆に言えば阪神タイガースのように、今は強いけど昔は負けててもファンがいたわけじゃん。浦和レッズとかさ、バルサって昔は弱かったわけじゃない。って思うと、別に勝たなくたってファンがいることだってあるじゃない。そうすると、今の少年サッカーとか特にジュニア世代のそういう勝ちに対してのこう向き合い方が、俺は全て子どもたちをこう疲れさせてる感じがすごくするんだよね。その勝つことを目指すことは意味があると。だけど勝った負けたを判断基準にすることは俺は全くもって無意味だと思う。それは弱くてもファンがついた阪神の説明ができなくなる今度は、とかね、っていうことをまず子どもたちに分からすことが、やっぱグッドルーザーという言葉もあって、負けることとか勝ったことじゃなくて立ち振る舞い、どこにどう向かうかっていうことだと思うんで、でやっぱこの問題を考えるときに難しいのが、勝利にこだわると指導者主体になってきて、指導者主体になってくると子供を大人化しちゃう。なんでこれできないの、あれできないの、まだまだ成長段階でできることできないことが必ず子供があるわけで、もうそれを全く無視して大人化しちゃったり、そういったことが僕すごい、単純に勝利目指してもいいけども、そういう付随してくるものがすごいダメだと思う。今言ったように疲れさせてしまうというところ、そういったところは勝ち負けを考える上ではかなり考えていかなきゃいけないなと思うんですけども、いやもう間違いなく、その例えばその勝ちに対してどれだけこう大人が思うか、でも例えばそこら辺の少年団チーム、そこら辺のというか少年団チームがなんか J リーグチームに勝つことを目指してたりとか、なんかそれが素晴らしいみたいになる。でも彼らはもしかしたらサッカーを楽しみに来てるかもしれない。そうすると大事なのは、勝利を目指すことによってそのプロセスも含めた上で楽しいわけじゃない、子供って。で、そういうふうに一生懸命頑張ったからこそ負けた時の悔しさもあるし、勝った時の喜びもあるわけじゃない。そうすると喜びとか悔しさとか、こういうものをちゃんと体験させてあげなきゃいけないと思うの、子供には。それは感受性の多い時期だから。そうすると勝ったことに喜びや、例えば負けた時に悔しさを感じない子供がいるならば、それは確実に指導者主義だよね。指導者が主体になって、お前らこれやれ、勝つことが大事だって言い過ぎてしまうことによって、子供たちが自分たちの主体性とか自分たちがこうしたいっていうものがない。俺思うの、日本って自主性って言うけど、なかなか難しいと思うのよ、今の教育で言うと。で、その時にやっぱりある種の強制が必要だと。
でその中でそれを強制でみんな終わらしちゃうの。強制が自主性を生んで、自主性が主体性を生んで、うん、主体性が自立なわけじゃん、うん、するとこのプロセスをどうやってもこう運べるかっていうのが指導者の持ってる、うん、一番の本当はなきゃいけないスキルなんだけど、まあ、もう一つ問題は小学校6年その後3年3年で指導者が変わる、一貫した指導ができない、強制から自主性に変わるタイミングで通じ合ってる渡せますよ、うん、その後自主性にタイミングで渡せますよ、社会に出すときは自立ですよっていう流れができてる場合いいけど、やっぱりぶつ切りの指導でその先生やその指導者の主観が思いっきり強い、これは多分ね子供は辛いと思うんだよ、いろんな人の主観で好みの話されてるから、俺はリンゴが好き、俺はメロンが好き、俺はパイナップルが好き、でお前はって分からんよって話じゃないそれは。そういうやっぱ主観的な強い好みの話じゃないものをもっと俺はなんか指導者がちゃんと伝えていくべきかなと思うんだよね。でちょっと質問変えると、まあ、そういう風にして勝利至上主義になったり指導者が主体になっていくと子供ってどういう風になっていくと思いますか、ね、やっぱり単純に考えて走らせ続ければ何が起こるか、疲れるよね体がね。そうすると脳の疲れってみんな見てあげないんだよね。子供の精神状態、精神っていうのは心じゃないと思うの俺は。心って強くならないとかって強くしたいとか言うじゃん、でもさどこにあるのって思うの俺、うん、だってさ腕強くすれば筋トレすればいいじゃん、ここ強くすればね筋トレすればいいじゃん、足速くしようと思ったら出してるじゃん、じゃあ心強くするってどこを鍛えるの、その所在地のないものになんか人が一生懸命になってること、これがすごく大変で、ってことはどこにあるかっていうと、おい勝つんだいいかお前らやるんだできるんだお前らだあの勝たなきゃいけないんだみたいな、いつまでもそんなんでいいのかみたいに言うと、どこが一番疲れるか、心じゃなくてここだよね。そう脳って思考の問題、こう思考だから酸欠になったり、うん、脳だって疲れちゃうんだよね、うん、そうすると子供はどうなるか、考えたくないっていう防御層、要は人は命を守りたいから、うん、子供だってそうだよ ね、 防御層なんだよ。だから聞きたくない授業寝ちゃうっていうのはあれ防御層だからね、もう嫌なんだっつって寝ちゃうんだから、そういうふうにやっぱり脳が疲れてしまうと疲弊する、そうすると思考停止が生まれて何も考えない子が生まれて切れやすくなったり、要は脳のストレスでいいってなるから、うん、誰もが発狂したい時あるじゃん。なんで海に向かって大声で叫ぶことをみんな面白がってやるんだろうね、うん、あれって本能だと思うのよ気持ちいいみたいな。でもそうやってやりたいけどできないように缶詰状態にしちゃってるんだよね脳の中をね。だからさっきの1回目の話とちょっと絡めると、多分勝利至上主義というか勝ちを求めるって世界もやってたわけで、まあ、その次のプロセスがちょっと違うわけですね。指導者主体になってしまう、うん、あっちは選手の尊重するし、うん、個人個人で違うっていうことを踏まえた上で勝利を追求してたと、うん、で日本は多分ここから違ってきちゃいますよね、うん、勝利を追求するスポーツの大原則は守りつつそこは一緒だけどもここからずれてきてしまうと、うん、指導者主体になっちゃうと思うね、まあ、もちろん発言なんか許さないし、あんか発言しろよっていや言えねえだろそれっていうような環境がすごいいっぱいあるし、発言するなだよねそれねもうねコーチ僕こう思うんですけどって言ってもいやそれは違うこれやれ、まあ、こんな関係が続いてればもちろん自主的に発言もしなくなるだろうし、振る舞いも、さっき言ったように疲れてきてしまうし、うん、ってことがあるから、まあ指導者主体っていうのはかなり、これも自分はそうじゃないって思ってる人に限って本当すごいあると思うんですよ。そうなんこれがね、言うとさこう今の日本の教育ってさ、うん、基本的に懲罰教育じゃない。そうするとさ基本褒めるか怒る、うん、俺この間もね聞いたの、褒めると怒るをスキルから取った場合指導者の皆さん何ができますか、あ、はいはい、結構黙っちゃうの、はいはい、たった2つのスキルを取るだけで指導ができなくなるってどういうことみたいな。だってさ日本って褒められるからやりたい、怒られたくないから やるみたいな、それがすごく強いと思う。そうするとさ目の前にゴミ落ちてます、子供が拾いました、2回目拾いました、3回目の時に指導者が褒めてくれたとしようよ、うん、嬉しいじゃん、うん、で4回目拾ったらまた褒めてくれたと嬉しいじゃん、で5回目拾ったら褒めてくれなかったと、あれと、で6回目拾ったらまた褒めてくれなかったと、で7回目落ちた時この子どうすると思う、うん、通り過ぎるんだよね。もともとゴミを拾いたくて拾ったんだよ、綺麗にしたいから、褒められたいためじゃないんだよ、うん、でも気づいたら褒められたいためにゴミを拾い始めたんだよね、うん、それも一つの方法かもしれない、うん、でも彼の動機としては違ったんだよ、綺麗にしたいからやり始めたのに気づいたら褒められないからもうしないから通り過ぎるって彼の精神壊しちゃったよね。それは俺は大きな間違いだと思うんだよ。それを怒られたくないからとか褒められたいからっていう2種類の指導だけでほとんどが完結してる。
喜びを分かち合うだってできるし、じゃあどうしたらいいのか、俺だったら一緒に拾うね、一緒に拾って、あれ俺がやったら行動してくれる人がいるんだって、ロッキー戦法だね、走り出したら人ついてくるみたいな、続けないとダメだけど、なんかそういうのが単発で、単発教育、いや単一教育と単発教育が両方で、単一にしたい教育と単発で終わらしちゃう教育、これを継続的に彼の10年後20年後を見て言ってあげない、いや未来教育だから大事なのは、彼がこの先今何をしてるかじゃなくて、この先どうしてってほしいかが大事なわけです。そのために一つ一つ一言一句丁寧に彼らと接することが俺は指導者の役目だと思うんだよな。マンさんに最初言った時間軸はかなり欠如されてますよ、ね、いやもうだいぶでしょ。だってあんたが生きてきた数年何十年間を何この数時間に入れてんだと、お前の10年間の得た知識をなんでこんな一瞬でね全部与えようって、でなんでできないんだ、なんでできないって、できるわけないよね。だからそこがやっぱりその時間軸の欠如っていう意味ではもうまさにだと思う ね、はい、全く分かってきてないで、自分のだから成長の中に逆に言うと時間軸が短いんだと、本当の意味で何十年かけて成長した実感がないんじゃない、うん、最近物事知ったぐらいで、そういう時間軸をちゃんと子供にも分からせてあげたい、うんうんうん、今君がやってることってのはここにつながるためなんだよってことをやっぱ伝えてってあげたいな、はい、だからそういう意味では、まあ、さっき褒める叱るを除いて何ができますかっていうクエスチョンをされたっていう話だったんですけども、さっきのまあ第1回目で対話とかコミュニケーションスキルって話したと思うんですけど、うん、やっぱり対話する技術が全然ないから、逆に褒める叱るっていう、まあ、ある種の感情論でしか選手と接せれない、それもやっぱり結構問題だと思うんですよ。いや、思うよ。だから自分がインタビュアーになった気で子供に質問してみなって、ほとんどはいといいえしか言わないから引き出す能力がないのよ。なんか裏からテーマしてポンってしてあげないの、これこれこうね、こう思いましたか、はいで終わっちゃうのよ。ほとんどがそうじゃん、指導って。そうですね。だからちなみにベンチの裏ちょっと取ってミーティングしても、そんな難しい言葉使ってんのって。本当だよ。だから対等だけど、それは分かる言語があるし、分からないことがあるし。いや、対等なのと、うん、その理解し合えるのってまた別じゃん。うん、立場、立ち位置と、それからそれに対する言葉の付随、これは全く違うことだよね。それはやっぱり立ち位置はあんまり分かってないかな。立場は指導者というふうにして、うんうん、人を選手だと思ってるけど、これ多分自分の駒だと思ってるんだけど、ある種この選手がいるから自分は指導者でいられるっていうこともそうだし、卵鶏だからこそリスペクトないじゃん、どっちが先か分かんないじゃん、だからこそお互いにリスペクトしなきゃいけないのに、俺が先みたいに思ってんじゃん、いやいや、いなきゃお前一人で何やんだって話じゃん。そういうところがやっぱり欠如してるっていうのは日本の指導者は大きいし、ちょっとストレス発散が過ぎるかなっていう気がするよね。まあ、そう考えると、まあ、最後の一つでゆとりのない生活環境って当たり前で、まあ、もちろん週7日サッカーやってる人も子もいるだろうし、6回でも5回でもそうだと思うんですけど、物理的にというより多分精神的に疲れると思うんですよ、違うこの環境だと。だってさ、例えば成長痛にしてもそうだし、やっぱり全部過度のオーバーユースじゃん、やりすぎなわけじゃん。だってさ、どこから成長するか知ってる？人って手から成長するんだよね。そうするとさ、海外なんか手袋がいい例でさ、手袋を変えますっていうタイミングでさ、親がさコーチにこう連絡したりしてさ、こう一応成長し始めました、こう最初の合図じゃん。そうさ、その後にこうレッグがこう大きくなるわけです。その一番レッグのこの骨が大きくなった時に腱が伸ばされるわけ。そとこの前に止めてあげたいじゃん。膝が痛いですって言ってから、よしじゃあお前6ヶ月休めって、おかしな話じゃん。どのタイミングで彼が成長するかをなぜ見てない。月1回身長を測れば1センチ伸びる時あるんだよね。このタイミング、成長のタイミングだよね、うん、そしたらさ、やめさせてあげればいいじゃん、練習を。練習を量を減らすっていうことをやっぱり知らないし、早生まれとこう4月生まれ、これの違い、11ヶ月違うわけじゃん、究極。なんで一緒にトレーニングさせんのと、別々で考えてあげてもいいわけじゃん。やっぱりそういう身体のところへの理解が乏しすぎるから、サッカーをボールを扱う競技だと思いすぎだよね。やっぱりあれは人が動いた上で球があるだけで、ああ、そうそう、ボールが中心じゃないと思うんだよね。人が中心だと思う。ああ、そうそう、それをボールで交換していくってことで、情報交換がボールじゃん。ってことは情報があって、状況判断があって、実行ある、これがスキルの一つじゃん。ボールを扱うことじゃないよね。そういうことはやっぱり分かってないのが、こうやりすぎっていうこともそうだし、ゆとりのないっていうこともそうだと思う。アヤックスの時にさ、なんか一応原則で試合の後はリカバーでオフ、例えば土曜日試合だったら日曜日リカバーして月曜日オフっていうのが原則であるんだけど、家族を大事にするという休ませ方もあるから、
休みの後にリカバ本当やりたいんだけど家族のために日曜日使いなさいっていうこともあるわけだよね。そうするとそれは何を大事にしてるか、体のケアよりもここだよね、その精神的な部分に対しての休息を与えたいわけじゃん。とファミリーと一緒にいなさいっていう休みをうまく使ったりだとか、うん、そういうとこが俺すごい大事だと思うんだよな。その発想全くないですよね日本は。ない、まあ、もちろん鍛錬主義とかそういうのがずっとあるじゃないですか、美徳として捉えられてきたからそれはあると思うんですけど、まあ、サッカーのためにサッカーをやらないっていうこともある種サッカーのためになるわけだし、さっきおっしゃったように玉蹴りじゃなくて人がやるものだから、人っていう側面で考えた時も休んだ方がいいことがっていうのを全く考えられないから、まあこの発想がなかった時点でもう育成はできないなっていうのがぶっちゃけなんですよね。思うよ、だから修行っていうニュアンスが強いと思う。やっぱり武道とかってそれがあるのは分かるよ。でもやっぱりトレーニングってやっぱりいろんな精神状態も踏まえた上でバランスを取ることだと思うんだよね。でも修行ってやっぱりやり込むじゃない。でそれは大事だと思うんだよ、ある種一瞬は。でもあれを1年間やるって無理でしょ、うん、そうですね、滝に1年間打たれられる、そうですね、無理だよ、はい、トレーニングも一緒なんだよね。1年間同じことやっちゃダメなんだよ、うん、はい、どこで休ませるか、はいはい、どこでやっぱり彼らの休息を体的にも精神的にも取ってあげるか、うん、成長速度見ながらやんないとそれは大きな間違いかなってどうしても思っちゃうね。そうですね、だから指導者やってるとやっぱりどうもサッカー中心に考えていってしまうから、まあ第1回目だったように多分そういうとこじゃない可能性が出てきてると、育成に関しては、うん、サッカーでどのフォーメーションをどんなサッカーするよりもちょっと前段階で考えなきゃいけないことがあるんじゃないかなっていうことで、まあ、今回、第2回目ということで日本の育成の問題点ということで、話をさせていただきました。次回もですね3回目もあるんで、その3回目ではこれの続編ということで話していきたいと思いますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。